ビンゴグループ川越クラブネット部の中川です。よろしくお願いします。車紹介をいろいろしていきたいと思います。ぜひ見てみてください。お願いします。皆さんこんにちは。カーコンミニクラブネットウェブ店の営業をしてます柴田です。よろしくお願いしま す。 でですね、本日はこちらのダイハツのオプティのご説明させていただきます。ですね、値段が58万8000円で、車検2年をつけまして込み77万円で販売させていただいています。当店ではですね、第三者機関にこのような鑑定書を1台1台つけておりますので、ご安心していただければなと。外装の状態、内装の状態が全てこちらで分かりますので。こちらのお車ですね、まず外装がですね、自社のビンゴ板金にて塗装の方を行っております。この色はですね、マルーンという色なんですけれども、茶色ですね、近いてます。あとアルミホイールも新品のものに付け替えております。次に内装なんですけれども、このようにですね、シートカバーとですね、こちらの内張りもですね、すべてやり替えておりますので、なかなか綺麗な一台になっております。日産のスカイラインのジャパンという車になります。こちらの車はですね、自社本社工場でもあります、ビンゴ板金にて全て色を塗り替えております。そうですね、当店の在庫車両には全てですね、このように自動車の鑑定書を付けておりますので、内装外装の状態もありますけど、安心して乗っていただけるようになっております。そうですね、こちらのお車ですね、内装の、ね、シートのレザーをですね、全て張り替えておりますので、とても綺麗な状態で乗っていただけると思います。それとですね、外なんですけれども、アルミホイールもですね、新品のものを使わせていただいてますので、とても綺麗な状態です。カーコンミニクラブネットウェーブの営業します佐野です。よろしくお願いします。こちらのお車が日産のラシーンなんですけど、タイフレームラマー仕様といって特別限定車になってます。外装も黄色で、メキホイールが入ってて、すごい目立つ車なんですけど、自分も車に乗って目立ちたいという方にはすごいおすすめな一台になってます。続いてトヨタパッソを紹介します。こちらすごい人気車種になってるんですけど、ワンオーナーで走行も少なく、外装も内装もとても綺麗な一台です。こちらが自動車鑑定書になってまして、これは貼られてる車っていうのが、第三者機関に鑑定してもらった、鑑定書付きの車になります。車なんですけれども、ダイハツのエッセという軽自動車になります。外装は見ていただいて分かるように通り水色になっております。値段がですね、58万円で出しておりますので、とても低価格ですね。なんといっても走行距離が1万6000キロととても少ないお車になっております。